1970年、昭和45年、自分が20歳の時の歌です。由紀さおりさんのヒット曲です。今こうして聴いても、切なく、悲しく、哀愁を感じ、とても味わいのあるいい曲です。有名な歌手が言っていました。歌は、悲しかったり、寂しかったり感じるものがいいと。確かにそうかもしれませんね。この歌の伴奏は、ヤマハから購入し、はるかさんに歌ってもらいました。いずれも大変良かったと思っています。死んでもあなたと暮らしていたいと、今日まで勤めたこの私だけど、ご視聴ありがとうございました。